Thank you.
厳しいよね。ノックオンです。
工業のオフサイドです。ペナルティーゴール成功です。水平連続に3点が入り3対0となりました。ノスコーンです。工業のノックオンです。
は、タックルされ、ボールを離さなかったため、ロットでリリースのボールとなりました。九州電力が肩より高い位置でタックルしたため、ハイタックルとなりました。電力のノッソンです。
Thank you.
長がラインアウトの際ボールをまっすぐ投げ入れなかったためノットストレートとなりました。
クリカ工場のノットリリースのボールです。Oh!
追加され0対6となりました。
手に入れてくれる。振りかコーダーのマッサンです。水中連続の選手の入れ替えをお知らせいたします。10番上里スキーシに代わりまして中古典明背番号22が入りました。Thank you.
九州電力のノックオンです。九州電力のノックオンです。九州電力の選手の入れ替えをお知らせいたします。7番山田裕貴に代わりまして小原渉、背番号20が入りました。Thank you.
工業の選手の入れ替えをお知らせいたします。4番中尾光雄に代わりまして平井伸之背番号19が入りました。Thank you.
九州電力がキャプテンした際、アイテックレイヤーから離れなかったため、ノットローダーウェイとなりました。クリカ工場の選手の入れ替えをお知らせいたします。1番、キム・ジョンジに代わりまして、小山翔也、背番号17。8番、メインの酒井に代わりまして、ワイクリフ・サール、背番号20が入りました。12番中島達也に代わりまして林田拓郎背番号22が入りました。工場の選手の入れ替えをお知らせいたします。2番栗原亮太に代わりまして前田敦背番号16が入りました。
九州電力の選手の入れ替えをお知らせいたします。2番吉田隼人に代わりまして中西亮太背番号16、4番中園坂義弘に代わりまして浦和正人背番号19、14番坂谷直樹に代わりまして荒牧祐介背番号23が入りました。栗田工業の選手の入れ替えをお知らせいたします。9番山菅和文に代わりまして大政亮背番号21が入りました。モールを作りましたがボールを出せなかったため相手ボールのスクラムとなりました。
九州電力の選手の入れ替えをお知らせいたします。3番大野辰馬に代わりまして広畑裕太郎背番号18が入りました。九州電力のスクラムトラップシングです。栗田工業の奥田優です。九州電力に3点が加わり、
3対9になりました。ロスタイムは4分です。3番レスリー・ケイキに代わりまして梶原亜希背番号18が入りました。
力のノットロールアウェイです。栗田工場に7点が追加され、10対9となりました。